おはようございます。よろしくお願いします。緊張してるのにも手水が。こんにちは。僕の仕事は大きく分けて4つありまして、よくあるチェックインチェックアウトのフロント業務、予約を管理したりお電話を受けたりするリザベーション業務、あとは客室の管理をしているハウスキーピングのゲストサービスと呼ばれるチーム、あともう一つが他のホテルではドアマンだったり、あとベルスタッフやコンシェルジュの業務を行っているカスタマーリレーションズという大きく分けてその4つのチームで動いてるんですけれども、こちらの青山グランドホテルはその4つの業務プラス今行っているランチのダイニングのお客様のご案内だったり、お席の配席という仕事も一緒に行っております。ご案内いたします。お願いします。雨降ってました。大丈夫、雨降ってました。大丈夫。OKOK、okay, okay、そのあれがあったけどジャックが、うん、何のジャックかな。私も何のジャックかなと思って。じゃあ私が明日21時まだいるから帰る前にこれをする。明日別に私もいいんですもんね。明日終わる？明日です。お電話ありがとうございます。青山グランドホテル太田でございます。あ、はい、かしこまりました。はい、結果でございます。ではご予約の名前フルネームでお伺いしてもよろしいですか？事前に何かお伺いしておくことございませんでしょうか？はい、4回でお待ちしております。はい、ありがとうございます。どうぞ気をつけてお越しくださいませ。はい、失礼いたします。宿泊に関しては本当に世界中からお客様がいらっしゃるので、いろんな文化背景を持ったお客様も様々な方がいらっしゃいます。なので日本では当たり前、私たちにとっては当たり前のこともその方にとっては当たり前じゃなかったりするので、その日本では当たり前のルールとかいうのもご理解いただくのが時々難しかったりとか大変だったりします。宿泊に来られるお客様は本当にご旅行とか記念日でのご利用だけではなくって、お仕事だったりですとか、あとは海外からの方も旅行に目で実は治療にいらっしゃっていたりとか、本当にいろんな背景を持っていらっしゃるので、できる限り限られた時間の中でそのお客様が持っていらっしゃるストーリーっていうのを汲み取るように心がけてます。でそのストーリーを汲み取ることによってより心地よく感じていただけたりですとか、あと何かあったかい気持ちになってもらえたらいいなと思ってやっております。こんにちは、チェックインでいらっしゃいますか？お荷物お手伝いいたします。どうぞこちらでお手続きさせていただきます。ありがとうございます。じゃあこちらでお手続きさせていただきます。では庄司様のお名前で本日よりご一泊お二人様でご予約をいただいております。お部屋タイプがスーペリアクイーンタイプ、ご朝食付きで受けたまわっております。はい、ありがとうございます。ではお手数、明日のご朝食ですね、ご朝食はこちらの4階ベルコモでご用意しております。お時間7時から最初のご案内11時でございます。お好きなお時間にお越しいただきましたらこちらでご案内をさせていただきます。手続き以上ですが、何かご不明な点をお伺いすることございませんでしょうか？大丈夫です。はい、
ご出発は13時頃のご予定でよろしいですか。はい、はい、かしこまりました。ではお部屋の鍵ご準備いたします。少しお待ちくださいませ。さあお進みくださいませ。そうですね、左手のお部屋にご案内いたします。いや、もう一度されたいという方すごく多いですよ。では本日こちらのお部屋でございます。お疲れ様でございました。わーすごい素敵ありがとうございます。お部屋はいかがですか。大丈夫ですか。最高です。あ、はい、ありがとうございます。こちらではお部屋の鍵を渡しさせていただきます。はいはい、何か今お伺いしたことやお手伝いできることございませんか。はい、ではぜひごゆっくりとお過ごしくださいませ。はい、失礼いたします。嬉しいことは本当にたくさんあるんですけれども、ご資格のお客様のご依頼っていうのが本当に観光案内だったりとか、あとは次の日のあの仕事のために明日までにスーツを着に来てほしいとか本当に多岐にわたるんですけど、お客様にとってのそのベストっていうのを、お届けできた時、考えてることもすごく楽しいんですけど、その自分たちで出した答えがお客様にとってそのベストと一致した時っていうのがすごく嬉しいです。私はチームプレーすごく好きなので、それがあの RD メンバーとかあの青山グランドホテルのメンバーとどんどんこうバトンをつないでいって、それがお客様に伝わった時っていうのがすごく嬉しいです。